7月1日の日曜日、アクトシティ浜松大ホールで市政施行107周年記念式を開催し、市民およそ1200人とともに市の発展を祝福しました。第1部の式典で鈴木康友市長は、やらまいか精神のもと、オール浜松で夢、希望、情熱を持って新たな時代への歩みを力強く進めようと市民に語りかけました。受けられます皆様方には、今日までのご努力とご労苦に心より敬意と感謝を申し上げます。続いて市政功労者の表彰が行われ、市政の進展や教育、スポーツの振興などに貢献した9名の方に表彰状が贈られました。最後はジュニアクワイア浜松合唱団の皆さんが参加者と共に歯科を歌いました。第2部では今年11月に開催される第10回浜松国際ピアノコンクールのプレコンサート、ピアコンが奏でる音楽の都へのいざないが開かれました。パリを拠点に活躍する本格実力派ピアニストの海老彰子さんがドビュッシーとショパンの名曲10曲を披露。来場者は海老さんの奏でるピアノの音色に魅了されました。海老さんは第8回と第9回の浜松国際ピアノコンクール審査委員長を務め、現在は浜松市文化顧問を務めています。結構迫力があってすごかったです。いつかああいう風に弾けるようになりたいと思います。とっても素敵な演奏で、あんな風になりたいなって思いました。明治44年7月1日に市制が施行されてから107年、やらまいか精神あふれる市民に支えられ、浜松市は発展し続けています。これからもオール浜松で市民一丸となって歩んでいきたいですね。